ルーマニア語版ウィキペディア、ルーマニア語版ウィキペディア、ルーマニア語版ウィキペディア、ルーマニア語は、は、多言語でのオンライン百科事典プロジェクト、ウィキペディアのルーマニア語版である。2003年2月16日に設立された。2009年1月1日の時点で、記事数は2013年12月10日、現在237,658項目で、 すべての言語のウィキペディアの中では25番目に記事数が多い。2004年12月からルーマニアにおけるウィキメディア財団の国別協会の設立について話し合いが始められたを参照。ルーマニア語版のウィキペディアの最初の記事は2003年7月に投稿された。メインページの最初の草案は7月12日に作成された。 利用者インターフェースははじめ英語であったが、ボグダン・スタンチェスク、ボグダン・スタンチェスキュー、として利用者登録が、管理者権限を得ると、スタンチェスクによってルーマニア語に翻訳されていった。スタンチェスクは、また複数のルーマニアの大学に連絡を取り、新しい参加者を募った。これはやがてルーマニアのメディアに取り上げられ、それによってスタンチェスクは、ウィキペディアプロジェクトを広く紹介する機会に何度か、 招かれた。2003年の末には、ルーマニア語版ウィキペディアは、記事数3000を達成し、16番目記事数の多い、ウィキペディアとなった。1万項目目の記事は2004年12月13日に作成され、5万項目目は2007年1月5日に作成された。2004年4月、ルーマニア語版ウィキペディアは、アルーマニア語版、ウィキペディアの立ち上げに協力した。 この間に、ルーマニア語版ウィキペディアではまた、独立したモルドバ語版、ウィキペディアの作成の可否をめぐる問題に直面した。モルドバ語には独自の ISO639 も、モルが割り当てられていたため、モルドバ語版のウィキペディアは、他の言語版のウィキペディアと共に、自動的に作成された。その初期の頃、モルドバ語版ウィキペディアはルーマニア語版への、リダイレクトとされていたが、 やがて独自の項目を受け入れ始めた。文字にはキリル文字が使用されていたが、キリル文字のモルドバ語、ルーマニア語が使われていたのは、ソビエト連邦時代のモルダビアソビエト社会主義共和国で1989年までのことであった。激しい編集合戦と長期にわたる議論が展開された。2006年からモルドバ語版ウィキペディアは凍結され、 投稿できないようになっている。この問題はその後も売りに触れたびたび持ち上がるが、利用者たちの投票ではモルドバ語版ウィキペディアは閉鎖が指示されている。ルーマニア語版ウィキペディアは2008年1月11日に記事数百000項目を達成した。登録済みの利用者は4万5000人を超え、うち20人が管理者である。2010年には、 ルーマニア革命が始まった12月21日からロゴマークの位置に革命軍の軍旗を表示させている。ルーマニア語版、ウィキペディアのロゴは他の多くの言語版のものとは異なっている。他の言語版でと書かれている場所はルーマニア語の文字 A にブレイベで置き換えられている。ルーマニア語の記事には複数の表記法が入り混じっている。これは 主に非延心中字多教母音を表す二つの文字との使用法に関係している。ルーマニア語アカデミーによる1993年の聖書法によると、五島の音は、で、五中のものは、で表記するものとされた例外もある。一方で、1953年から1993年までの間はこの音は、すべて、で、 表記されており、1963年以降は、ルーマニアやルーマニア語に関する場合のみ、例外的にを使うと定められた。ルーマニア語アカデミーによる聖書法はルーマニアでは法令や学校教育にも使われた。これに対して、モルドバでは聖書法が改定される1993年よりも前にキリル文字からラテン文字に切り替えた。モルドバでは ルーマニアで1993年に改定が行われた後も2001年に至るまでルーマニアとルーマニア語以外についてはのみを用いる改定前の聖書法を使用し続けた実用上はどちらの表記法もいずれの国でも受け入れられている実際にどちらの表記法も用いる出版社や雑誌類もあるこれに対してセルビアのボイボディナでは 改定後の聖書法のみが用いられている。この他の綴りの違いとしては、スンと、シントや、ニション、ニッキー・ユエヌといったものがある。ルーマニア語版ウィキペディアでの表記法の方針は、ルーマニア語版ウィキペディアの公式の方針とされた。ご調に関する方針として、ルーマニア語版ウィキペディアでは、二人称の名詞、動詞、所有形容詞には、損傷を用いている。 これに関する方針は2006年初頭に議論が持たれ、二認証には新章の図ではなく、損傷の DVS を用いることが定められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。